そうなんですよね。音楽の話がしたかったんですよ。みんなアニメでおたげかましてる場合ちゃうぞみたいな。じゃあハロウィンね、そうね、ダンシングスタンゾーミンダンシングスタンゾーミン、ちょっと発音があれですけど、ちょっと弾こうかなと。94ページ、あの、いや、ちょっとはあれやわ、やめましょう。ちょっとそういう気分じゃないですね、今日は。なんかスタートダッシュ好きですね、かなり。やっぱなんかいいよなって。ツンが歌ってたあのなんかリフレクションっていう歌詞ですよね。感動しましたね。ちょっとあの曲ええわって、あの曲弾きたいと思ったんですけどね。ちょっと僕も一緒に演奏したかったですね。どんな感じやったっけ。ちょっとわかんない、ちょっと譜面がなかったんで、あそこどっか探したいと思います。アニメ曲集になんか入ってると思うんでね。そうか、今日そうなんですよね。なぜかミュランが紫に光ってるんですよ。スンが笑ってくれたんで本当に良かったっすね。嬉しかったっすね。ちょっとなんかワールドカップの時もなんか一人っていうか、なんかね、実況みたいな感じでツイッターでやってて、その後なんか何つうんですかね、あんな向きになってふんみたいな感じでゲーム作ってる人に失礼やろうがみたいな、あんなんツイッター見てたらね、分かりますよって分かりますよ、アスパラファンになったけど、ずっとあんなんせないこれから分かります。僕には思いが
伝わってると思います。以上です。今日は。